マレク・ヤンクロフスキは、チェコ、オストラバ出身の元サッカー選手。父親は、マケドニア人。母親は、チェコ人。ポジションはディフェンダーもしくはミッドフィールダー。元チェコ代表。チェコ U-21 代表で2000年の UEFAU-21 欧州選手権、2000準優勝を経験し、シドニー五輪代表、チェコ A 代表にも選ばれた。本職は、 左サイドハーフであったが、左サイドバックや、ボランチもこなせる、ユーティリティープレイヤーであった。17歳の時に FC バニークオストラバで、プロデビュー。2004から05シーズンは、ウディネーゼカルチョの主力メンバーとして、セリエ A で UEFA チャンピオンズリーグ圏内の4位となる。翌シーズンに加入することが内定していた AC ミランとの一戦では、オーンゴールをしている。 2005から06シーズンから AC ミランでプレー2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの決勝の舞台では先発出場し優勝に貢献した。2007年の UEFA スーパーカップではアンドレア・ピルロのロングパスをボレーシュートで叩き込む同点ゴールを挙げセビージャ FC との大会勝利に貢献した。2009から10シーズンは怪我の影響もあり。 出場機会が激減。2010から11シーズンはリーグ出場数が5試合と、さらに減少。チームは7シーズンぶりのスクデット獲得を果たしたものの、同シーズン終了後に公式 HP 上で現役引退を発表した。2011年10月に、古巣の FC バニークをストラバで現役に復帰した。2012年2月20日に現役引退を表明。 2000年、チェコ U-21 代表にて、UEFAU-21 欧州選手権、2000準優勝。2006年、FIFA ワールドカップに参加。2008年8月20日、ウェンブリーにて行われたイングランド代表との一戦では、ファーサイドに素晴らしいフリーキックを決めた。2009年10月14日の W 杯予選、北、アイルランド戦で、 チェコの W 排出場が消えたことを受け、試合後に代表引退を表明した。ユーロでは2000、2004、2008年の計算大会に参加している。この項目はウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。